9月は爆竹祭り、秋の祭典祭りじゃーということで、この動画の最後に私かげろうによるゴーゴービーティートレイン世界最速弾いてみた動画が流れます。爆竹が演奏するイメージを保っていたいという方は、この動画を見進めることをストップすることをお勧めいたします。どうもこんにちは、かげろうです。いつも動画をご覧になっていただきありがとうございます。はい、ということで9月になりましたわけなんですけれども、今月9月22日にですね、ついに我らが爆竹のニューシングル、その名も GOGOBTTRAIN がですね、リリースされることになっております。すでに爆竹のオフィシャルがですね、15秒のスポット動画を YouTube にアップされておりますので、皆さん何度もリピートされていることかと思います。私もですね、気高く尊い15秒ですね、何度もリピートさせていただきました。で、そこでですね、やはりこう当然皆さんいろいろな印象を受けたのではないかなというふうに思うんですが、いかがでしたでしょうか。 GOGOBTTRAIN 15秒聞いてみて、私もいろいろとね、思うところがありました。やはりですね、最初第一印象で、まずこうインパクトのあったタイトル GOGOBTTRAIN というね、このタイトルがもう完全にもうアッパーなものをこう想像していたんですね。で、後日発表になりましたジャケット、あのジャケットを見てもですね、やはりこうアゲアゲな、こうタイトルに引けを取らないようなアゲアゲなアッパーソングに違いないであろうというふうに、感じてまして、誰もがもしかしたらそういうふうに感じてたのではないでしょうか。はい、爆竹の過去の曲で言ったら、こうクライマックス・トゥギャザーとかユリーカみたいな、割とこうアッパーでアゲアゲなソングなのかなというふうに思っていたんですが、それがなんとですね、今現在公開されているその爆竹のオフィシャルからアップされていますスポット動画、これを15秒聞いて感じた印象はですね、あ、意外と渋いなという印象でした。第一印象ね、やっぱアッパーを想像してるんでね、意外と渋いなというところで、なんかアッパーでこうねやかな感じを想像してたんで、あ、かっこいい感じのテイストだなという感じを受けました。はい、やっぱりね、なんていうんですかね、爆竹の神髄というかね、神髄って何かといったら、このやっぱ裏切りですよね。このアッパーなイメージを想像させておきながら、割とかっこいい路線で来るっていう、こうなんか、よく裏切ってくれたなみたいな感じでですね。まずね、本当に爆竹にはね、裏切られることが多いんですよ。はい、いい意味でですよ。いい意味で、本当嬉しい裏切りなんですけども、爆竹にはですね、裏切られることが多いです。これが爆竹の真髄かと思ったりもしてますけどもね。もう本当にね、もう何度リピートしたことか、15秒を本当にもう何回もカチ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 やって、歌詞がですね、で、私が聞き取れた感じだと、間違ってたら指摘していただきたいんですけども、この胸に火をつけて走れ BT トレイン、愛を燃やせ鼓動ベイビー、飛ばせ BT トレインじゃないですかね、15秒で聞けた歌詞っていうのは多分この歌詞だと思うんですけども、まあその歌詞も含めてこう曲調をですね、何度も聞いていると、こう確かにこの感じ、テイスト、この曲のテイスト、確かに爆竹のこれまでの曲の中にないわと、今までないわっていうことがちょっと分かってくるんですよ。うん、で、やっぱり今ね、鬼リピートしているこのパートね、15秒のパートなんですけども、果たしてこれはサビで間違いないのかっていうこともね、ちょっと疑問符として出てきてですね、すごいキャッチーな
感じではあるんですよ。この胸にってね、あの Beat it rain ってすごいキャッチーな感じではあるんですけども、もしかしたらまだこの曲の盛り上がりのパートっていうのは全貌を聞いた時にね、どっかに控えてるんじゃないかっていうふうに勘ぐってしまうわけなんですよ、私はね。あれ、実はこれ、この曲 の今聴いてるこのサビと思われるフレーズの後にまた大サビが来るんじゃないかとかね、それかね、このイントロとか実はすっげえめちゃくちゃかっこいいギターリフで始まる曲なんじゃないかとかね、なんか妄想はかなり尽きないですね。こういうことを考えさせてくれるのも爆竹の醍醐味なんですけどもね、勝手にあの普及委員会、やっておりますかげろうでございます、はい、ということですね。あとこの時間が楽しい時間だったりもするんですね、はい。でそんなこんなでですね、午後 PT トレイン15秒スポット動画見すぎたところで、聞きすぎたところでですね、ここは私かげろう大の爆竹ファンとして、これはですね、大の爆竹ファンを公言しておきながらやらないわけにはいかないなということでやってみました。私かげろうが弾いてみた爆竹午後 BT トレイン全世界最速弾いてみた動画かっこ15秒勝手に爆竹の宣伝させてもらってますバージョンっていうのをちょっと作ってみましたんで、もしよろしければこの後、見続けてみてください。すぐ終わりますけれども、まあ冒頭でも申し上げましたが、あの爆竹が演奏するイメージというのをね保っていたいという方はこの後動画を見進めることをストップすることをお勧めいたします。ここで、ストップすることをお勧めします。この後はかげろうが弾いてみた動画やりますんで、はい、ということでですね、それをご覧になっていただいて、この動画を終わりたいと思います。また動画でお会いしましょう。かげろうでした。バイバイ。